俺だ。手順いるんか。いるわ。出られないよな。無理。窓からちょっと見てくれ。いつものところに車停めてる。今からこの車、そこの駐車場に停める。来ないか。そこでしようってわけ？亭主いなかったらラブホテルにでも誘いたかったんだけどよ。わかった。じゃあ行く。洗剤買ってくる。おう、軍手買ってきてくれるか。軍手？接着剤が手についてかな。あ、分かった。5万3000円。なんじゃこりゃ、コンドーム。
なんや、部活行ったんと違うんか。どこ行ったの？コンビニ。なんや。最高。15分くらいかかるよね。ああ、そうだな。
なた、軍手よ。ああ怪しまれなかったか。大丈夫よ。よかったろ、案内してやるの。文句なし。今夜亭主とやるんか。要求されたらね。大したもんや、あんた。妻の義務ですから。亭主幸せもんや。それじゃまたね。
君、昨日俺の後ろ歩いてたよね。このバス停にもいた。俺がつまずいたの見たろ。その時財布落としたらしいんだ。見てないかな。なぜ逃げる？怖いからよ。気持ち悪いわ。ねえ君、もしかして俺の財布拾わなかった？知りません。拾ったな。知りません。嘘ついてるな。なんで私なんですか？その目見りゃわかる。おどおどしてる。どうかしてるんじゃないんですか？何なんですかこれ。これって拉致ですよ。逃げたきゃ逃げろ。君は俺が落とした財布を拾った。間違いない。証拠でもあるんですか？その目だ。拾いましたって目に書いてある。バカバカしい。頼む、返してくれ。大事なものがいっぱい入ってる。私知りません。じゃあなぜついてきた？無理やり連れてきたんじゃないんですか？逃げようと思えばいくらでも逃げられたはずだ。怖かったからです。じゃあ今逃げろ。拾ってないって自信が持てるんだな。今すぐ逃げろ。逃げたいの。逃がしてください。財布の中に5万3000入れといた。それはくれてやる。その代わりカードと写真とコンドームは返してくれ。知りません。そんなの。嘘をつくな。俺の目は節穴じゃない。嘘つき目。カードと写真とコンドームを返してくれ。そんなの知りません。こうなったらその体で落とし前つけさせてもらう。どうかしてるんじゃありませんか。私知りません。うるせえ。乱暴したくない。自分で脱げ。嫌です。わかりました。どうした？早く脱げよ。
そこに寝ろ。今のはレイプだと思うか。レイプです。だったら警察に駆け込んだっていいんだぞ。この後警察に行きます。カードと写真とコンドームを返してくれ。知りません。見たんだろ写真。証拠なんてないのに、あいつの迫力に押されてあれよあれよと行くところまで行っちゃった。どうかしてる私。それにしてもすっごく良かった、縛られてやられたセックス。
こそだろ。かわいい面してずいぶんいけすかねえ真似すんじゃねえの。金持ってんだろ、出せよ。持ってない。おう、おむしレモン持ってんじゃん。これ何に使うんだよ。ほう、動くじゃんか。気持ちよさそうだな。お前、男いるんか。これ何に使うんだ。ゴムなんかかぶせねえで生でやれよ。ずっと気持ちいい。金ただもらうだけじゃ申し訳ねえんで、ラブラブ賞を見せてやる。こっち来いよ。何やってんだ。
あんたいたんかい。ああ。さとこ、さとこ、いるんかい？何やってんの、あんた。出てきなさいよ。父ちゃんとやっとったか、あんた。おじさん、ヘリコプターって面白いね。おお、さとこちゃんか。ちょっと雨降ってるから、そっち移動するわ。寒いからジャンプ取ってくるね。なんで履かないの？寒くない？全然。見せてもらっていい？いいよ。お前二階に住んでるやろうかな。はい。何の真似だあれは。すいません。警察に行くわよ。なら俺にも言わせてもらうけど、あんた親父のくせに娘に手つけてるって言うじゃないの。それがどうした。人の娘のスカートをめくり上げてわいせつ行為しとったんやぞ。お前何もしません。わいせつなことしとらんです。ス
カートの中は覗いとったやないか。今回は見逃してやる。二度と娘に近づくな。さとこ、さとこ、どこだ、さとこ。親父に見つかっちゃったな。そうだね。痛かったろ。じゃあまたね。動かして。今日パンツ履いてるんか、履いてないんか。親父はいるんか。突然帰ってくるようなことないか。何しに来た。ここ空いてたから。何しにしたかって聞いてるんだよ。入れよ。自分で閉めろ。こっち入れよ。私逆立ちできるよ。見たい？ああ、見たいな。
じさん、そこだと近いからもうちょっと右行って。三度目の親父。あの親父とはできとるんか。想像に任せる。これからわいせつ行為をする。してもいいか。じゃあ立って。おじさん、いやらしい顔してる。お前こそいやらしい顔してる。